小5娘がトライアスロン楽しんでいます。最近バイクとスイムの調子はいいみたいですが、陸上をめちゃ苦しんでいます。力が入りすぎて 800m2 周目から一気に足が上がらなくなるそうです。うん、最近の大会は何でやっても、ベストプラ7秒でした。ベストプラス7秒もかかるの ?800 でありえないと苦しんでいます。ベスト2分35、2分40以上かかるってこと?本当は本人直接武井さんに聞きたがっていましたが寝ちゃいました。武井さんの魔法の動きはまだだからなのかなと真似しています。だって。800なぁ。まあ800のスピードってのは正直遅いから、まあ400メートル俺らだったら50秒ぐらいのペースで行くわけでしょ。55秒ぐらいか。それで1分50でしょ。俺も800、1回だけ走ったことあるけど、1分51とかだったんだよね、確か。まあ、1本しか走ったことないから、大した記録は出なかったけど、そうだな、800を伸ばすのは一番簡単だと思うんだけどな、タイムを伸ばすのは。足使いながらも、どれだけ休めるかっていう技術が大事なんだけど、なんだろうね。バイクの影響かもしれないね。バイクをやりすぎる、あとスイムもそうだけど、バイクとスイムやりすぎるとスプリントの能力は多分少し落ちていくんじゃないかなと思います。やっぱりバイクとかスイムとスプリンティングの動きっていうのはちょっと相反するものなので、そっちをあんまり鍛えちゃうと、そうだな、走りの能力っていうのは少し低下する可能性はあるかもしれないですね。だから、そうだね。やっぱりだから持久系の能力が育っちゃってると思うから、あとずっと持続的に力入れてるっていうのが育っちゃってるからな、もうちょっとポン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 ってこう、水すましのように力を入れていくトレーニング増やした方がいいから、400とかのタイムを上げていくトレーニングに集中してみたらどう?